グレート・フィッシュ川は南アフリカ共和国の東 KF 州を流れる河川。フィッシュ川とも呼ばれる。全長7 3 0キロメートル。古くよりバントゥー渓谷人の居住域の南限となっており、白人進出後は両勢力の境界となった。グレート・フィッシュ川はグランフラインの東に橋を発して南へと流れ、クラドックを通り、クックハウスの南で大きく東へ蛇行して、 グラハムズタウンの北東8キロメートルを通過し、シーフィールド付近でインド洋へと注ぐ。グレートフィッシュガーの稼働は、降水量5 0 0トルラインとほぼ一致しており、このため北から急速に進出してきた農耕を基盤とするバントゥー系民族の黒人は、栽培作物がここ以南では生育せず、そのためこの川以南に進出することができなかった。 グレート・フィッシュガーの北岸には、バントゥー系諸民族の内最南端に居住する交差人が勢力を張り、南岸は牧畜を中心とするコイコイ人が勢力範囲としていた。やがて18世紀に入ると、ケープタウンから闘進してきたボーア人がコイコイ人を駆逐しながらフィッシュガーに到達するが、牧畜や飼料中心だったコイコイ人とは違い。 フィッシュ川以北の交差人は強力な王国を築いており、防和人もこれ以上の北進はできなかった。1770年代には、両勢力間の最初の戦争が始まり、1811年には、西岸に進出していた交差人が、イギリス軍によって東へ追いやられた。エナード・トンプソン長、宮本正雄、峰陽一、吉に常を焼九1995、 南アフリカの歴史 P44、明石書店 ISBN47 億5030万6991、ミネヨイチ、南アフリカ虹の国への歩みだ印刷、1996年11月20日、P73、ありがとうございます。